道内では今日三人の死亡と新たに札幌で三千百七十二人。旭川市で五百十三人。函館市で四百四十三人など合わせて七千七百七十三人の感染が確認され。過去最多を更新しました。道内ではこれまで最も多かった五日を五百人以上上回っています。先週の水曜日に比べ八百四十三人増えていて。 全道各地で感染が拡大していますこうした中、道は今日から今月31日までの間 BA.5 対策強化宣言を発令し感染対策を強化お盆は混雑する場所や感染リスクの高い場所を避ける帰省で高齢者に会う人は事前に検査することなどを呼びかけています。